けかけにいたい。はい、おはようございます。オープニングです。おはようございます。おはようございます。ま、なんでまた自転車の前にいるかっていうと、入って見るか。この間とはの同じお店の辻戸で。おはようございます。もう次の週にまた出てる。コウタくんがさ、買ったじゃん。で買ってたんだけど、逃げ欲しくて、ちょっとあの、この中で、はい、ゲットしました。そして、ノブくんも。実は、私も、この間、あの、コウタくんとね、影響で、買っちゃいました。買いたがりだったね、やっぱ買いたがり。結局ね、でも結局、欲しくなっちゃうの。欲しくなる。ありがとうございます。楽しみ、こちらでございます。あーこっけー、あったね、やばめっちゃいいじゃん、かっこいい。おとりあえずこれちょっと邪魔なんで外します。ダメだよ、ダメだよ、これ大事なんだから。やばい、これダメだよ。わーかっけー、いいなー。これは、まあ、一応ピストン風なバイクなんだけど、カチナギアがおやば。ビーチクルーザーじゃないこのスタイルで今新しいな。確かに。めっちゃいい。ちょっとおしゃれだな。タイヤがこの間とあの店にあったのと違うってことだね。ちょっともうちょっと太めにね。先乗せてよ、この間の下り道に。あ、なんかコウタさんのパンクしそう。なんかやだ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 、どうどうどう、あーやだー、かっこいい、結構かっこいい。結構かっこいいな、あれマジで。それ飲むのね。おい、なんでだよ。おい、俺は自分でちゃんと乗りたいよ。それ飲むのね。なんでだ。うん、じゃあこれだけ俺も一回飲むのもね。おかしいでしょ。これね、どうどう、危ねえ、今こっちガシないってやばかったよ。そうどう、お早っ、お加速はやっぱいい。なんかナミトに見える。ねえ、ナミトに見えるね。ナミトに見えるね。ナミトっぽい、ナミトっぽい、ナミトっぽいなった気分。なんか後ろ姿ナミト、こんな気持ちいい思いしたんない。めっちゃいいわ。めちゃくちゃいい。ありがとうございます。あれ、自分の乗ってみる。いや、俺こっち。まず、この自転車、この持ち運びの軽さがいい。はいはいはい。だってノブはでもね、乗らないで担いでいくから。そう、こうやって担いで、俺乗らないから。いいね。優しいね。どう。じゃあ、ちょっと中入ろう。中入ろう。中入ろう。めっちゃいいよ。釣り道具店もなんかとてもいい。確かにね、これだとまたいいね。確かに、ね、ちょっと違う感じ。ハンドルがある。ああ、本当だ。同じ自転車ですね、これも。すげえ。一気に。え、これは同じでもタイヤ？これはまたちょっと違う。あ、違うんだ。ええー。すげえいいこれ。おしゃれ感です。いいね。めっちゃ変な人が困りそう。ひどいです。お店の動画悪くなっちゃったから。びっくりだわ。上田だからすごい冷や汗。逆に逆に謝っちゃった。じゃあじゃあこれ3人自転車ゲットしたってことで、ちょっと海岸線沿い走って波チェックしてきてもらいます。3人で。全然いいよ。全然いいよね。板積んできたよ。で、こっから。いいとこあったらそこ俺車ピッて行くんでサーフィンしちゃいましょう。そのてかむしろ遅れるよ。確かに俺らの早く先に行っちゃうよ。それはないっしょ。それはあるよ。信号とか超ロスだからね。信号はそちらも止まりますよね。そうだ、そうか。そうだよ。おしゃれだ。なかなかこれ3人で止まりたい人がないですよね。絵的にやばいね。かっこいい。やばい。じゃあちょっとこのまますぐ行ってクソ下まで行って、うん、そっからパークの方まで。あ、いいっすね。その絵自分たちで撮ってきてくれますか。ちょっと写真撮ってよ。 3人並べて。おお、そうそうそう、みんなで撮って。海で海で
ここで。ここで出発って。オッケーオッケー。取れるどうですか向こうから。広角にすればここ入る。取れます取れます。こう取れる。じゃあ俺が3人の板ピックしとくんで。だからパーク集合でワックスオンしといて。それは無理です。ね、楽しいな。ワックス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 オンワックスオン9時でいい。そう絶対ね。俺らの待ってるし先多分。そうだ、ね、サイクリングロード出ちゃったら。そうだ、ね、早い。確かに遅いからな。そりゃないっしょ。終始遅いんだよ。いいね。じゃあ行きます。気をつけて。ありがとうございます。じゃあとりあえずパークの駐車場どこですか。どこで待ってればいい。パークの駐車場俺らが待ってるから。それは絶対。じゃあ行くぞ。バイトリーダー1号行きます。2号行きます。3号行きます。それでは。どうですか皆さん。気持ちいいです。最高です。この信号待ちもまたいいっすね。もうちょっと日陰行きたいんですけど。ウィリーに来たから。ウィリー。興奮してるから。書いたー。波あるね。波だけど、波がある。自転車でこんなテンション上がったことないわ。なかなかないよね。なかなかない。今日は天気も良くて波もあって最高です。やっぱ小さい頃はさ自転車でキャリアやってクリルマまで行ってたじゃん。実はさ湘南サーファー上手くなるのあれ一つだよね。そうだね。キャリでさちゃんとこう長い距離走ってるって。確かにこれがやっぱ出ちゃうだね。そうね。暑いっす。いい汗かいてます。早いね。このまま行っちゃいます。むしろちょっと待ってたからねラチェの方で。いねえなって早いだから早っ。最高だった、ね、出た真っ白。真っ白ピン忘れた。あるよ。ワックスもしてないよ。カイト君これ持って海行ってそのまま家帰るんですか。素晴らしい。サーフィンしちゃいました。鍵とかだるいじゃん。だりなと思ってたんですよ。そう多分修士の顔が浮かんで。あと3回やったらあれ引っ張ったこうと思ってるから自分でも自制しようと思ってる。いけるよね。大丈夫ちゃんとつけようよ。早く。はい行くよ。これ時間があれなんで先に行っていい。はい、早く。これ服とかもパンパンに入ってるんで先上がるわ。はい、先入るわ。遅いわあの二人は。先輩だけど置いていくわ。俺じゃねえから飲むだから。おっせえろ。飲み物を買うんじゃないの。じゃあ後でね。飲み物買わない。買おう。買っといて。はいはいはい。アネック2対決。アネック2対決。アネック2対決か。俺も一緒。え、俺もネックスきついだろうや。7度やしっかりと頑張れよ。
小さいけどやっぱさ、でもちょっとネックビアード2わかんねえって感じ。わかんないまだ、ね、こんな店ずっと無理だけど。ずっとマリ何言ってんすかずっとずっとマリだけどってどういうこと。ちょっと感じちゃってるけど、テイクオフまでのパドルの感覚はいいってことわかる。わかるわかる。ちょっとため早めに。でもやっぱだからこういう日って湘南普通じゃないですか。やっぱ長い板欲しいっすよね。そうね、こうだから長い板をねゲットするよ。買っちゃうシリーズ第2弾じゃない。いや長いのはちょっと失礼でしょ。長いんじゃ買えない。ちょっともう暑いからあっち行きましょう早く。かっこいいなチャリ2人とも。チャリはやっぱね、チャリってチャリがかっこよくても乗り手がいけてなかったらいけてなくなっちゃうんだけど、お乗り手もいけてるっていう。おい、自分で自分を上げていくスタイル。そういうこと。そういうスタイル。自分で上げていかないとさ、誰が上げてくれるんだって話になっちゃう。確かに確かに確かに。朝起きてから。そうでしょ。そう、今日もいけてんのか、いけてるのか俺っつって、うーん、いけてるっていうふうには起きないと。朝からテンション上げて、その気持ちが大事。さすがだね、光太くん。いけてるかいけてないか周りが決めんじゃねえ。自分が決めん。自分が決めんじゃ。おえ、ね、さすが名言出ましたね。もうあれだよ、海斗くんがもう顔引きずってたもん。あすごいことばっかみんなにして。でもすげえ仲良くなってたじゃないですか、タイト。タイトは俺のブラザーだから。何個した何個した。え、何個したっすか。20個ぐらいした。いや20だって。25個ぐらいしたじゃない。25個ぐらいした。自分の息子でもおかしくないぐらいだよ。あいつ12歳13歳でしょ。すごいね、やっぱ同じ目線で。やっぱコウタくんの器のデカさだね、うん、だってまず最初にカイトの名前を俺のこと叫んでる。確かに確かに。スタンで。コウタくんって。コウタくんみたいな。コウタくんって言ったよ。おーっつってた。そのままあれっすかね、コウタくんちでシャワー浴びて。いや、いや、いいんじゃないですか。全然違うね。水ないでしょ。水はない。どうしゅう。あ、じゃあいいっすよ。そのチャリでそのまま帰ってください。どうしゅるだって。どうしゅる。あ、じゃあうちで一旦こう足とか洗っちゃうから。じゃあコウタくんち行けばいい。オッケー、待ってるよ。ウィース、寝かせのんちゅう。ウィース、お、かっこいい、いけてるぜ。ありがとう。こけないでね。